どうも、愛知です。センター試験1週間前になりました。自分のね、ユーザーの方にもセンター試験受ける方たくさんいらっしゃるので、その方に向けてちょっとメッセージを話していこうと思います。で、実際ね、1週間前になりましたけど、皆さん気持ち的にはどうですか？まあ、そわそわしてる方もいれば、あれ？変に落ち着いてるんですけど、みたいな方もね、いると思うんですけど、まあ、自分はね、すごいそわそわしてたんです。で、これは今でも変わんないんですけど、自分、試験とか、その緊張するものが始まっちゃうと、別に緊張あんましなくなるんですけど、その前がね、すごい緊張しちゃうタイプで、もうそわそわしてた。もうどうしよう、つって。で、まあ、自分の経験談もそうだし、まあ、いろんな子たちに指導してきた中でも感じたことを少し共有できたらなと思うんですが、まずね、一週間前から何した方がいいかって、絶対やんなきゃいけないと思ってるのは、まず準備ね。持ち物持ち物。当日の持ち物は必ず今日から確認します。確認してってください。で、これは細かいことなんですけど、まあ、当日鉛筆使うと思うんですよ。マークシートだから。で、鉛筆新しく買ったものを削りたてを当日持ってってもいいんですけど、自分はですね、ちょっと前日とか2日前とかに使ってそれを持って行ってました。スポーツじゃないんですけど、スポーツの時って新しいシューズとか買ったら大会でいきなり新しいシューズ使わないですよね。ある程度と使って使い慣らしてなんか体に馴染ませて使うみたいな感じやると思うんですけど、その感覚、自分はそれがすごい好きでやっててました。で、鉛筆とか消しゴムも結構多めに持ってった。これはですね、性格によると思うんですけど、自分はすごい心配性なんですよ。ものすごい今でも心配性なんですけど、なので鉛筆が少ないと、例えば落としてこれ折れちゃってなったらどうしよう、別に鉛筆ケースに戻れたら全然問題ないんだけど、どうしようって思っちゃうって、だったら心配ないぐらいの量、まあ、それから20本30本持ってちょっと多すぎるけど、まあ、5本、何本かな、6、7本かな。で、シャーペンも1本持ってて、消しゴムは3つだったかな、持ってたかな、持ってってっていう風にやってました。だから自分がこう納得いくようでやったらいいと思います。で、今回この動画全体で伝えたいことなんですけど、その持ち物にしても、今からね、1週間前こういうことした方がいいよって話もするんですけど、その1週間前何したらいいのかっていう話も、試験会場に行ったらこうした方がいいとか、試験始まったらこうした方がいいとかって、ネットで調べたらめっちゃ情報出てくるんですよ。まあ、YouTube で喋って、自分みたいにね、喋ってる方もたくさんいらっしゃるし、普通にサイトで書いてある方もいっぱいいるじゃないですか。だから、みんなのところって情報がすごい今インプットされてるはずなの。それを覚えてる覚えてないまでちょっと置いといてね、いっぱい入ってくる。で、そうするとですね、無意識に入れすぎちゃうと、パニックになります。パニックになる。これは、うわーみたいなパニックではなくって、入りすぎて何したらいいかわかんなくなっちゃうんですよね。で、その時にぜひね、その意識してほしいのは、どれでもいいんです。あのね、ベストの答えなんてないから、ベストはないの。これじゃなきゃダメってのはないの。だって、これじゃなきゃダメっていうのがあるんだったら、みんな同じこと喋ってんだって。でもみんな違うこと喋るでしょ？似たこと喋ってる方もいると思うけどさ。だから、みんながこれって決めたものをぜひ、まあアウトプットじゃないんだけど、これって決めたものをやってください。で、その自分がやってることをしっかり信じてください。ベストはないんだから。その自分の仲いい子とか、まあ、知り合いとかが違うことをやってるとしてもいいの。みんなはこれって決めたんだから、それを信じてやる。そのスタンスをぜひ大事にしてください。で、まず一週間前の、その何したらいいかっていう話なんですけど、当然まあ勉強はしてください。で、してくださいなんですけど、勉強する目的をちょっと意識を変えてほしいところがあって、今までみんなっていうのは当然自分の知識を増やすため、まあ得点を伸ばすために勉強をしてます。で、この一週間もその意識は大事なんですけど、それよりも、自分の気持ちとか精神状態を安定させるために勉強してるんだっていうのを頭に置きながら勉強してください。気持ちを落ち着かせるために勉強するんです。で、これは当日試験行った時に、もちろんね、センター試験、こうあるじゃないですか。独特の緊張感です。で、特に、その、まあ、センター利用で勝負かけてる方とか、国立大志望してる方ってね、ここ絶対こけらんないわけですよ。失敗できない。だから、思った以上に緊張します。緊張するっていうか、落ち着かないんですよね。そわそわする。で、そうなっちゃう。まあ、普通に、いいコンディションで行ってもそうなるのに、例えば、まあ、その一週間前にね、いろいろあって、ああ、もう絶対無理だわ、とか、まあ、ダメなんじゃねえかな、とかっていう気持ちで行っちゃうと、その、負の気持ちがめっちゃ侵食されます、会場で。いい。普段の、今みんなが家にいる、この動画見てくれてる、この状態で、ああ、ダメかもしんねえ、やばいかも、って思ってたら、会場にしたら、それでもう一色になるよ。ああ、無理だわ。もうみんな頭ささだし、絶対受かんない。絶対勝てない、どうしようって言って試験始まったら、案の定頭が真っ白になっても負の連鎖です。抜け出せないんですよ、これが。ってなっちゃうから、そうならないためにも、大丈夫って、ここまでやってきたんだから大丈夫って、
で、そういう気持ちで勉強してほしい。で、具体的にやる内容としては、新しいものを勉強するっていうよりも、今までやってきたこと、勉強してきたことの確認とか復習っていうものに重きを置いた方がいいと思います。その方が、負担が少ない。自分にして。で、勉強にもなると思うのね。まあそれはやることは今こうやって伝えましたけど、そうじゃなきゃいけないってわけではないです。ただ気持ちを安定させるために、自分大丈夫、頑張ってきた、大丈夫大丈夫っていうのを、その気持ちで心の中をいっぱいにするような勉強の仕方をぜひしてもらえたらと思います。で、試験会場に関してなんですけど、まあ多分センターだったら試験会場そんなに家から遠い、まあ自分も電車で行きましたけど、その電車で何時間みたいなとこではないと思うので、もしできるんだったら会場まで、で当日ちゃんと乗る電車、そのセンター試験当日に乗る電車に乗って会場までって一回行った方がいいです。どっかのタイミングを見つけて、できるんであれば。ちょっと負担になるんだったら、まあそこはね、お任せしますけど、した方がいいかなと思います。その方がそわそわしない、当日ね。で、自分の、センター試験の時は確か小雪が舞っててめちゃくちゃ寒かったんですよ。そう。でも、それだけでもいつもと違う環境でうってなったし、で、まあちょっとこれ特殊なんですけど、自分男子校出身なので、試験会場に女子がいるじゃないですか。まあ当然ね、いるんですよ。で、これはね、先生からもともと言われてたんです、自分。女子がいるから、それを意識しとけって。絶対、その慣れてない環境になるから、考えてないとそわそわするぞって言われて。だからすごい女子がいるイメージ。まあ変ななんか妄想みたいになってるけど、女子が会場、その試験会場にいるイメージを持って行ったんで、まだ大丈夫だったんですが、思ったよりそわそわした。自分、前と右と後ろが女子だったから、左は男子だった気がするんだけど、うわ、女子いると思って。これ、凶悪の方分かんないと思うんだけど、思うんだって。で、自分は校内模試しか受けてなかったから、もう男子がいる環境でしか勉強してなかったし、予備校とかも行ってなかったんで、そう。だからもしね、男子校女子校の方がいらっしゃれば、で、そう、試験の時にね、異性がいるっていう方は意識した方がいいですよ。結構そわそわする。やられるよ。だから気をつけてください。で、あと休み時間の過ごし方なんですけど、で、まあ、休み時間長いですよね。無駄に長くって、50分の昼休み1時間ちょっとあるんですけど、で、これは勉強した方がいいのかとか、何してたらいいのかって話なんですけど、何しててもいいんですよ。何しててもいい。何度も言うけど、これじゃなきゃダメなんてことはないです。ただ自分が思ってることとしては勉強はしません。で、自分が現役の時は、センター試験の時は、問題集持っていきました。で、これは理由があって、問題集見ないぞって思ってたの。見たらダメだって思ってたから、自分でね。見て、こう、どうせね、その直前で見たものっていうのは、その頭にそんな入んないし、緊張してるから。入んないし、あれも覚えてない気がする。あ、これもできない気がするって焦るの分かってるから、そうなりたくないと。だから持っていかないって思ってたんだけど、その、もし会場に行った時、まあ、昼休み長いんで、その時に、あ、ちょっと問題集見たいなって思うかもしんないと思ったの、自分が。で、見たいなと思った時に選択肢がない。問題集なかったらそれを満たせないじゃん。その方が怖かった。だから、もし自分が会場の時にそう思うかもしんない。だからその時の選択肢を持たすために、一応持ってったの。まあ、結局見なかったんだけどね。普通に友達と話してた、ずっと。喋ってた。そうそう。で、やってたけど、それはみんなに任せます。うん、自分は、そわそわしちゃったりとか、さっきみたいに不安になっちゃうから、見ないようにしてた。ただ、すごい覚えてんのが、数学の前の休み時間だったかな、確か。予言定理と正弦定理が、なぜかすごい気になっちゃって、そこだけは、しかも持っててなかったの、数学。持っててなかったから、友達に借りて、正弦と予言確認して、あ、OKOKOK。そう、正弦は、OKOKOK みたいな。それはやった。それはすっごい覚えてる、今でも。だから、まあみんなどうしたらいいって別に決めなくていいから、音楽を聴こうが、あと漫画持ってたやつもいたもん。漫画読んでるやつもいたし。俺2時の時は漫画持ってたからね。そう、学芸の時は。そう、別に自由だからそんなのは。ただ自分の、まあ、選択肢を、まあ、持たせたらいいかな。これを思うかもしれない、これをしたいと思うかもしれないと思うものをぜひ、まあそんな、など、今想像つくものを持参して持ってったらいいと思いますので、まずそんな感じでね、過ごしてみてください。はい、という感じで、ね、ちょっと長く話してきましたが、まあ、センター試験、自分の時もそうですけど、まあ、すごい緊張しました。で、確か、その数学がね、1日目にあって、で、もう手応えがなさすぎて、本当に荒れたんですよ。クソできなかった気がしてて。で、本当は1日目終わった後に採点しない方がいいんですよね。自己採しない方がいいんですけど、もう自己採したんです、自分は。1日目、2日目の朝に新聞出てたから、採して、思ったより取れてたんですよ、それは。そう、取れてて、で、それで、あ、ラッキーと思って、その精神状態で2日目に行くみたいな。だから、一般的には絶対自己採すんなって言われてるけど、でも自分は自己採して受け止めた方がいい。得点が悪くても構わない。もう悪いってことを受け止めた方がいいと思ったから、自己採して行ったんですよ、2日目。だからさっきもずっと言ってますけど、こうじゃなきゃいけないなんてことはないんです。決めるのはみんなが決めていいの。ね。いいけど、自分が最後に伝えたいこととしては、
緊張はするし、そわそわするし、焦るしっていうね、その、まあ、自分、みんなにとっては邪魔な感情ってのは出てきます。出てくるんですけど、当然です。いいんです、出てきて。いいじゃんって。で、そうやって開き直る力ってすごく大事だと思ってて、自分もその試験の時に緊張するし、今でもね、いろんな方緊張するんだけど、どんなになんかこう、あ、そわそわしたって、今持ってる力以上のものは出ないんですよ。そう。すんごい幸運なことが起こんない限りは。だから、今できること、今まで練習してきたり、みんなって勉強ゼロでセンター試験行ってる方なんていないでしょ？勉強してきたんだって。勉強足りなかったって思うかもしんないけど、そんなことないんだよ。勉強頑張ってきたんだから、みんなは。だから、その できるんであれば、その頑張ってきた自分を信じてほしいの。頑張ってきたじゃん、私って。俺頑張ってきたよって思ってほしい。でも、それが思い切れない。そこまで全部心を満たせないんであれば、じゃあ、緊張しちゃっても仕方ないっていいじゃん、別に。今、自分ができることは、目の前の問題用紙の問題を一問でも多く確実に解くことだって。時間の配分とかも練習してるから大丈夫。そのまんま自分を信じて、いい？自分を信じるの。信じれないとか言わないの。信じるの。ここまで頑張ってきたんだから。で、自分を信じて、ぜひセンター試験ね、頑張ってきてください。